今回の茶室はですね、ある企業からの依頼がありまして設計をさせていただきました。この企業はですね、世界にさまざまなビジネスの展開をしている企業でありまして、その社員の研修の場としての茶室空間を作ってほしいということでございました。禅の心を持って日本の文化を携えて世界に発信をしていくということでございますので、私の方でですね、日本の伝統的な茶室空間と、そして新しい感性を持った茶室空間を2つ対比をさせて設計をさせていただきました。まさにですね、伝統と革新が盛り込まれた茶室でありますので、ぜひご覧をいただければというふうに思います。この茶席はですね、伝統的な日本の茶席になっておりますが、新しいテイストも加えさせていただいておりまして、8畳の広間、そして3畳台目の小間、さらに水屋がついているということでございます。茶道を通してですね、禅の世界を学んでいこうということで、この広縁の方にはですね、座禅を組んで瞑想ができるスペースも作らせていただきました。